ステップラダー中谷プロとの対戦ということになりましたが、いかがでしょうか。そうですね、まあ今日はあまりいいボーリングできてなかったんで、いいボーリングできるように頑張りたいと思います。はい、そして中谷プロ、粘り強いゲームを続けてステップラダーテレビ決勝4位に上がってまいりました。いかがでしょう。本当にラッキーに最後残れたので、最後時本さんと初めての対戦ですので一生懸命やりたいと思います。はい、お二人ともいいゲームをお願いいたします。それでは第23回関西オープンボーリングトーナメント4位決定戦を皆様の拍手をもちましてスタートいたします。逆転優勝へ向けては高いハードルを3つ超えなければいけません。ラウンドロビン4位の中谷とラウンドロビン3位で決勝通過の時本、4位決定戦です。成績上位者に最初の投球の選択権があります。まず投げますのは左のレーンからラウンドロビン4位の中谷です。注目の1投目、ジャストポケット、ストライクの滑り出しです。決勝ラウンドロビンの最後の最後、ポジションマッチで久保田、大山2人をかわしてテレビ決勝進出を決めました。その最後ポジションマッチで戦った大山さん、あのポジションマッチはあのボックスピリッと張り詰めた緊張感ありましたね。そうですね。さあ、そしてベテラン、今シーズンの4勝目を狙う時本です。集めに入りました。去年4勝で三冠女王、今年もここまで現状3つの部門でトップに輝いています。今シーズン6試合目の決勝ステップラダー、中谷はストライク、時本1フレ2投目です。右のレーンからのスタートを選択した時本、1フレを終えてスペアの滑り出しです。この2年間ですでに7勝、今シーズンも3勝。大橋さん、はい、この関西オープンが今シーズンの10試合目の出場なんですが、うち6試合でテレビ決勝進出、この安定ぶりは一体すごいと、もう一言ですね。2フレに入ります。決勝ラウンドロビンの12ゲームの中では合計3回このボックス17番18番レーンに登場してまいりました。まあ、その度にアドレス、スタンスを少しずつ変えながらきちんとアジャストしてまいりまして、200アップが3試合。ややバランス崩しましたが大丈夫、ナイスカバーです。大山プロは常日頃からこの時本プロを尊敬するプロの一人、名前挙げますけれども、はい、特にどんなところが一番大山さんの心を引くところなんですか。ボーリングはもちろんなんですけど、選手に対する気配りだとか、うん、なるほどね、女性らしさだとか、はい、すごく優しい方で。あ、そうですか、はい。さあ、胸を借りる中谷です。カウント9、4番ピンが残りました。この4番が残るっていうのは、小林さん何を物語ってるんですか。まあ、コースだけ言えばちょっと暑いわけですよね。はい、まあ、嫉妬して集めに行く場合もありますし、うん、思い通りに掘っても集めに行く場合もありますし、スペア用のボールに持ち替えました。4番ピンを狙います。さらに引き締まった表情になりました。テレビ決勝ステップラダー、おととしネピアカップで念願の初タイトル、去
去年も群馬オープンを制しました。去年は全日本のミックスダブルスでも優勝の経験を持ちました。おととし去年と1勝ずつ、今年はまだ勝利はありません。若干23歳。こちらは先ほどストライクを取ったレーンですが、今度は厚めに行きました。大橋さん、ちょっと嫌な残り方ですがね。そうですね、なんかやっぱりちょっと力が入って親指の抜けが安定してないみたいですね、はい、先ほど本人からも話がありました。このテレビ決勝でベテラン、尊敬する時元プロと対戦するのは初めてという中谷。右サイドやや小さく口を開けています。さあどうだ、うまい、ナイスカバー、ほっと一息つきました。いかがですか大橋さん。まあまあいい滑り出しじゃないですか、はい、はい、ちなみに決勝ラウンドロビンで中谷が時元選手とぶつかった時には204対184でベテラン時元選手を下しています。来ました、サンフレで初めてのストライク。大橋さん、ラウンドロビンは時元選手4勝8敗とちょっと負けの方が先行してしまったんですね。そうですね、もう一つなんか波に乗れないというか、はい、それでも予選、準決勝、そしてラウンドロビン含めてトータル30ゲームでアベレージ216、歴代のこの大会のチャンピオンでもあります。平成2年、10年前の優勝時元。9番ピンが残りました。伸び盛りの関西の若手がベテラン時元に胸を借りての4位決定戦。序盤の4フレが終わりました。時元、尊敬する時元選手の大山さんから見るここまでの印象はいかがですか。いやもうすごいですよね、やっぱりテレビでこれだけしっかり投げれるっていうことがすごいですよね、はい、中谷も4フレに入ります。おー、しぶといピンアクションです。上位4人に滑り込んできた中谷。プレイヤーズゲストの大山プロは中谷選手の2歳年上、はい、プロのキャリアは、大山選手がこの中谷選手より1年遅れてプロの世界に飛び込んでいく形になりました。はい、ここのところの関西の若手勢は中谷さん、大山さん、そして今トップの吉田さん、さらには坂井美香選手、石本博恵選手、金城愛乃選手と、これお互い刺激し合っていいライバル関係築いてますね。そうですね、はい、その中でも全日本のタイトルを掴んだ自信って大山さんやっぱり大きいんじゃないですか。そうですね、今年もありますけど、はい、恥じないようなボーリングをしないとっていうことを、はい、いつも心がけてるんですけど、この本当にいいライバル関係、お互いが向上していくっていうこの関係って大橋さんいいですよね。そうですよね、中谷ダブルはなかなか取ることができません。4位決定戦前半5フレの2投目、オープンフレームとしてしまいました。一歩後退、イメージとちょっと違っていたんですか大橋さん。どうでしょうね、もう今のスペアよりその前にもう1投目がやっぱりまだリラックスできてないですよね。あ、そうですか。力の入る独特のムードです。テレビ決勝100戦連覇、もうこの雰囲気慣れている時元。
ここでストライクを取ってきました。この右のレーンはしっかりアジャストしてきてますね、大橋さんね。そうですね、もうさすがですね。大山さん、この時本選手はどんなレーンコンディションでも短時間で修正してくるっていうこのね、はい、順応性の速さ、はい、ね、少し左にスタンスを変えました。この辺りの微調整はミクロの調整になってきます。さあどうだ、ダブル。じわりと中谷を突き放そうという時本です。まあ、このあたりはさすがに去年の三冠女王、今年も三冠を独走。大橋さん、去年は若手の台頭が非常にこう目立った1年間でしたが、今年に限ってみますと時本をはじめ斉藤、さらには加藤とベテラン勢がね、ずっと巻き返してきたっていう1年になってますよね。中谷もストライクです。はい、オープンフレームの後はもう一度息を吹き返そうというストライクです。さあいよいよ終盤に入っていきます。7フレは中谷から。天ピンタップしました。改めてお伺いしますが、プレイヤーズゲストの大山さん、はい、このボックス17番18番レーンのレーンコンディション、はい、ラウンドロビンで投げてみて、はい、手応えというか印象はいかがでしたか。私ここのボックス2回入ってるんですけど、はい、ここの阿部が一番いいんですよ。ああそうですか。はい、転勤取りました。どういう意味で大山さんにはフィットしたんですか。きっと自分のボールの動きとあったんじゃないですかね。やっぱり合えば打てると思うんで、はい。このラウンドロビンに残った12名はいずれも右投げの選手だったんですが、こうあのレーンのサイド、こう右のサイドのボールの動きっていうのは大山さんの印象いかがでした。18番なんですか。17、18、いずれも悪くはなかったですね。パーキーです。やっぱりこの時の選手は一度波に乗るとっていうところがありますもんね。そうですね。時本はノーミス。今シーズン10試合に出場して半分強、今日が6試合目のテレビ決勝、うち3勝という時本です。4連続ストライク。今年の春の六甲クイーンズ、さらには軽井沢プリンスカップ2大会連続で優勝、そして9月に入ってから JLBC 大津プリンスカップ、プロ1勝目は時間がかかったんですが、そこからは破竹の勢いです。時本今シーズンもすでに571万円余りを稼いでいます。さあ食い下がり対中谷ですが、カウント7、踏ん張りどころです。ファンデーションフレームに突入。ストライクを取れなければここで消え去らなければいけません。中谷
番ピンが残ってしまいました。ポケットには行ってたんですか、大橋さん、どうなんでしょう。そうですね、もうやっぱり最初にちょっともうリラックスして惚れてない分だけもうね、隙を与えたというか、さすがもうベテランですからね、畳みかけられましたよね。そうですね、このあたりが試合巧者、はっきりと時元出しました。それでも攻めていきたい最後の中谷。小山さん、やっぱりそのベテラン相手にしますと、はい、若い選手は隙を見せたら最後っていうのがありますもんね。そうですね、一方持ち味そのまま出し切ってまいりました4位決定戦の時元です。確かにラウンドロビンではやや不調にあえぎました。4勝8敗。ただ大橋さん、この負けが先行しましたけれども、200を超えるスコアを出しながらも相手がそれを上回るというようなそんなラウンドロビンのゲームもありましたし。そうですね、でもラウンドロビンの3回は確か勝てないと思うんですよね、はい、ここでは、はい、そうなんですよね。スコアは200を超えるようなスコアを出しながらも敗れているというこのボックス、17番18番で。しかしさすがにテレビ決勝修羅場を数々くぐり抜けている時元、珍しくノーヘッドでしたが、ここぞという勝負ところはわきまえています。ここのところ体調を崩してブラインド欠場が続いていました中谷ですが、体復調して臨んだこの関西オープン決勝ラウンドロビンの見事な巻き返しでテレビ決勝進出は果たしたんですが、さすがにベテラン時元が大きく壁となって立ちはだかりました。残す中谷です。年間今シーズン4勝目へ向けまして、まずは4位決定戦は突破、一つの難関を軽くクリアしました時元。この4位決定戦は経験豊かなベテランと、そして関西若手、それに真っ向ぶつかっていったんですが、ペースをきちんと掴み取ったベテラン時元がさすがというところを大橋さん、やはり見せましたね。そうですね、中谷トップで優勝決定戦を控える仲のいい吉田が待ち受けていたんですが、その前に残念ながら中谷は4位決定戦で敗退。この大会の4位は中谷優子とこの段階で決まりました。時元光子は続く3位決定戦へと進出を決めています。では小島プロにお伺いします。さてステップラダー時元プロが勝ち上がってまいりましたが、どうでしょうか。そうですね、まあ、絶好調なんで肩を借りるように頑張りたいと思います。さて時元プロ、さっきのゲームも、相手のミスがあった後はどんどんどんとストライクが続きましたが、やっぱり調子上がってきてますか。少し良くなってきてます力強いコメントが返ってまいりましたが、次のゲームも期待しております。お二人頑張ってください。よろしくお願いいたします。4位決定戦はベテラン時元光子がさすがに本領を発揮、続く3位決定戦への進出を決めました。小島智子がそれを迎え撃つという形です。3位決定戦は
見応えのありそうなベテランの対決となりました。放送席の解説は引き続き第5ボール専属プロの大橋ひろしプロ、そして放送席にはプレイヤーズゲストといたしまして、先ほど敗れてしまいましたこの大会は4位でフィニッシュ、まあ、今シーズンのベストフィニッシュとなりました中谷優子プロです。中谷さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。独特の緊張感でしたね。そうですね。さあ、その中谷選手を破っての時元選手3位決定戦、まず1投目左のレーンからです。ストライクの滑り出し。久しぶりのテレビ決勝のムードは中谷さんどうでした？すごく楽しかったんですけれども、もう少しまだまだですね。はい、まあ、体調も戻りましたし、はい、後半この後のトーナメント巻き返し、中谷さん楽しみなんですが、手応えつかみました？はい、そうですね、はい、楽しみです後半が。はい、さあ小島です。ともにまずは譲らずストライクの滑り出しです。予選12ゲームでは8位、準決勝6ゲームを終えた段階ではトータルで7位、そして決勝ラウンドロビン12ゲームで9勝3敗と躍進いたしまして、ラウンドロビン2位で通過。ダブルです。乗ってます。30ゲームまででトータルスコアは6370と、これは時元を下回る数字なんですが、このやっぱりラウンドロビンの9勝、これだけで270ポイントをいわば大橋さん稼いだわけですから。そうですね、ボーナスポイントが効いてますよね。効いてますよね。アベレージは現在30ゲームの終わった段階で212です。エンピンタップしました。今日に入ってラウンドロビンから通じてこの時元がこの17番18番レーンで投げるのは、大橋さん、もう5ゲーム目になりますね。そうですね。来ました、ナイスカバー。さあ、実際先ほど4位決定戦を戦った中谷さんにお伺いしますが、はい、これから時元選手の投げるこの左のレーン、はい、中谷さんはどんなところを心がけてこのレーンで投球したんですか？そうですね、私はあまり右と左のレーンの違いはそんなに感じてなかったので、今私は15枚近辺を少し、はい、出し気味に投げたんですけれども、少し薄めにいってしまいましたか？そうですね、もうスパッとミスですね、もう今は、はい、時元プロも今はもう大体15枚ぐらい狙ってると思うんですよ。はい、1投目カウント7、しっかりとカバーしました。中谷さん、実際戦ってみて改めて時元さんの凄さ強さというのは感じましたか？そうですね、やっぱりミスをしてしまうと、しっかりと続けてこられるので。あーねー、小島はターキーは取れませんでした。7年前93年賞金女王に輝いています。2年後の95年は年間2勝をマークしました。サロメチールとそれからホリデーインカップ、ただそこから優勝が遠ざかっています。小島智子、最近は手首の故障に泣かされました。今日もかなり厚めのテーピングを右腕に施しています。大橋さん、やっぱりあのプロボーラーっていうのは手、
腕、こういったところの箇所の怪我との戦いっていうのもまた一つありますもんね。そうですね、やっぱりもう特に、プロを長くやってると、はい、もう膝とか肘とか腰とかね、もうどこかも持病みたいなのを持ってますね。この天秤をいかに倒すか、これがもうボーリングの突き詰めれば究極の部分になります。イメージ通りだったんじゃないかと思うんですが。そうですね、ダブルの後はスペア2つという小島智子です。新潟出身、現在の支部は埼玉、こちらは沖縄出身、現在は相模原パークレーンズ所属の時本光子、去年4勝、今年もすでに3勝。実に優雅なフォームです。なんといってもあの左腕のバランスに非常にこう特徴が大橋さんあると思うんですが、この時本選手は。そうですね、ちょっと変わってますね、はいはい、こう中谷さん、ちょうどこう白鳥が羽を広げるような。そうですね、綺麗ですよね。そんなポーズですよね、さあどうか、少し厚めでしたか。右サイド2本残りました。カウント8。まだ並んでいると言ってもいいですか、大橋さん、2人。いや、そんなことないですよ。やっぱりワンマークはワンマークで、やっぱりワンマーク、はい。ここはカバーしてきます。4位決定戦から続けてミスはありません、時本。3フレ4フレとスペアです。戦は粘り合いになりそうです。5年ぶりの優勝を目指す小島智子、久しぶりにストライクが出ました。時本、食い下がります。お互いにノーミスです。一歩も引き下がりません。
ぱり勝負強いですね大橋さんね。そうですね。さあ小島も終盤第7フレーム8ピン差。カウント8。これでさらに混沌としてまいりました。左のレーンは小島、大橋さんいいですよね。そうですね。連続してストライクを取ってきます。左の17番レーン。優勝5回の小島と過去優勝18回今シーズンも3勝という時元の対戦です。ああターキーはなりませんでした。少し離れたレーンで一人黙々とこの後の優勝決定戦に控える吉田真由美。その相手となるのは時元かそれとも小島か。これで全くセーブになりましたね。はい、ステディにスペアは取ってまいります。時元7フレの段階でご覧のように145で並んでいます。8フレ時元スペア小島ストライク。さあ残るは9フレ10フレの勝負。迎えた時元ファンデーション第9フレーム。しっかりと取りました。このあたりがやっぱり中谷さん勝負感っていうところなんでしょう。そうですね、さあ小島にプレッシャーを与えます。9フレ、ああ来た、ねじり倒しました。さあテンフレ勝負です。いや大橋さん、これはもうテレビ決勝にふさわしい大接戦になりましたね。そうですね、もう手に汗を握りますね。詰めに行きました。今のはどういう計算の違いがあったんでしょうか、大橋さん。いやもう掘った瞬間、スパッと通過見てるともうインスパッとしましたよね。左の方に間違ってしまいましたね。ミス投球になってしまいました小島です。この後ストライクを取って213。you
さあ213というスコアでまずは小島がフィニッシュ、あとは時元の行方を待つという小島です。まだ勝負分かりません。もう運も味方につけてのこの時元のピンアクションです。いかがですか大橋さん。執念です ね、 カタンとピンが倒れました。まだ勝負決まりません。とりあえず9分以上ありますね。はい、いやこのしぶとさまさに女王の名にふさわしい集中力です。今のこのスコアメイクも見事なんですが、それを上回った時元。最後ビッグ4というのはちょっとご愛嬌という形になりましたが、最後テンフレで逆転。手の汗を拭いやー中谷さん、はい、すごいですね。ここぞという要所は絶対に外しませんもんね。ストライクを取らなきゃいけないところでは取り、ノーミスの小島が敗れ、振り切ったこの時元、2つのハードルを超えて優勝決定戦進出。大橋さんいかがでしたか。あーもう僕も見れて力入りましたね。いやー力の入った3位決定戦はさすがにベテラン勢同士の戦いになりました。4位中谷優子、3位は小島智子とここまでの段階で決まっています。中谷さん改めまして後半戦に向けまして、はい、まあ、こういうベテランのこのしのぎの削り合いも見たご覧になった上でですね、ええ、今後の残りのトーナメントの戦い頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。3位決定戦プレイヤーズゲストは中谷優子プロでした。ありがとうございまし た。さあいよいよ優勝決定戦は勝ち上がってまいりました、このベテラン時元光子と、そして六甲クイーンズのリベンジなるか。あの4月と同じ顔合わせになりました、うん、ところを変えて今度は京都の夢舞台、吉田真由美が初優勝を目指しまして時元とぶつかります。さあ吉田プロ、欲しいのは優勝だけとおっしゃってましたが、いよいよその決勝相手はやはりというか時元プロですが、いかがでしょう。そうですね、もう自分のボーリングをして、もうここまで来れたので、やります。はい、そして時元プロ、小島プロとの3位決定、決定戦もさすがと言いますか、最後の粘りはもうさすが女王といった感じでしたが。そうですね、本当によく来てくれました。はい、最後どうでしょう吉田プロとの対戦。そうですね、苗方が、さっき少し良くなって、今度だいぶ良くなってきましたので頑張ります。はい、いよいよ決勝お二人とも頑張ってください。ありがとうございました。さあ関西オープン女子ボーリングトーナメントはいよいよ佳境、最後の一試合を残すのみとなりました。優勝決定戦は待ち受けていたラウンドロビン1位通過の吉田真由美と、そしてテレビ決勝に入りまして2つのハードルを乗り越えてまいりました、
逆転優勝が今シーズンの4勝目になるのか、ベテラン時本光子の対戦です。放送席の解説は引き続きこの今大会の舞台となっております第5ボールの専属プロ大橋宏プロ、そしてプレイヤーズゲストには先ほど3位決定戦で、まあ、素晴らしい接戦を我々に見せてくれました、惜しくも敗れました今大会3位という成績で終えられました小島智子プロに座っていただきました。小島さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。テンフレを待ち受けていた、先にそのゲームを終えて時本プロのテンフレ待ちという状況になった、あの時の心境というのはいかがだったんですか。そうですね、自分でちゃんと持ってこなくてはいけなかったところをちょっと投げ急いでしまって、相手は必ず持ってくるので、まあ、100% まではいかないですけど、99% は負けたかなという。そうですか、まあ、それでも怪我をしての出場になっている小島選手にとってこの関西オープンのここまで3位で終えられた今大会、振り返っていただいていかがでした。もう上出来ですね。そうですか、はいはい、さあこの後はいよいよ優勝決定戦です。吉田対時本はもう今シーズンは因縁の対決になっています。六甲クイーンズ以来のまた顔合わせになりました。こういう年間通して何度も顔合わせるということがやっぱり大橋さん出てくるんですね。そうですね、しかも決勝の舞台ですからね。まあ、それだけ吉田プロも、実力があるということですね。そうですね、しっかりと握手を交わしました。まあ、六甲クイーンズの時と違うのは吉田が1位で時本がテレビ決勝を勝ち進んできた。あの六甲クイーンズの時は時本がトップで待ち構え、吉田が勝ち上がってきたという構図でした。さあ完全優勝なるかという初優勝を目指す吉田の投球、返品が残ってしまいました。アマチュア時代はいくつものタイトルを手にしているこの吉田真由美選手ですが、まだプロに入ってからはタイトルがありません。3年目初優勝へのビッグチャンス再び巡ってまいりました。小島プロから見る吉田選手の魅力ってどんなところですか。体が小さいのにバネがすごくあると思うんですけれども、元気にきっちりと取ってまずは表情をふっと和やかなものにしましたこの吉田です。歯切れの良さみたいなものも小島さんありますよ ね、 そうですね、この吉田選手ね、さあ仕切り直し、時本選手の1球目です。ストライクの滑り出しです。まあ、吉田選手にとりましてはあの六甲クイーンズのリベンジを果たす絶好の機会を得ました。しかしさすがに去年の三冠王、今年も三勝という絶好調ぶりを見せている時本選手の底力がこの関西オープンでも4位決定戦、そして3位決定戦としっかりと披露されています。ダブルです。4位決定戦、3位決定戦の時間が流れる間ずっと跳ねた連で黙々と練習を重ねていた吉田真由美、ストライク2振れで取っています。テレビ決勝に入ってからも大橋さん、時本選手がこのボックスでは3試合目、もうラウンドロビンを含めますと6ゲーム目になるんですけれども、一方その流れる時間を待っていた吉田選手、このあたりのそのレーンに対する処し方っていうのはこの段階では気持ちの面では大橋さんどうなんでしょうか。まあ4位決定戦とか3位決定戦のね、合間に練習が入りますんで、はい、
まあ、その辺はね、レーン変化していっても、まあ、練習している分は大丈夫だと思うんですけども、はい、アンラッキー。小島さん、プロに入って初優勝を飾った時のその決勝での相手ってまだ覚えてらっしゃいますか？もちろん、もう、その時時本さんと同じで絶好調、はい、稲橋和恵プロだったんですけれども、アメリカで優勝した後に、はい、戦って、それでもう絶対今叶わない相手っていう感じだったんですけど、あ、そうですか。やっぱり新人は小山の知らずで初優勝できました。全品残りました。いわば心理的には今のその吉田選手と同じような、じゃ心持ち、ね、そうですね、もうただただ投げるだけで、終わったら勝ってたという、もうそれだけでした。吉田にとって、相手にとって不足なし。何しろ去年の三冠上、今年も3部門で現在トップ、快走中の時本が相手です。ストライクの波は途絶えましたが、3フレスペアを取って4フレを迎えます。今の4フレは何か変化が大橋さんあるんですか？まあ普通にはホットだと思うんですけど、まあ、ちょっとボールが若干出ていきましたよね、はい、はい。まあ、本人にしてみたら、まあ、嫉妬じゃないですか、やっぱりね。ダブルの後連続スペア、4月の六甲クイーンズの時とは立場が違います。迎え撃つのがこの吉田。追いついておきたいところです。大きな意味を持つストライクが出ました。一昨年プロの世界に飛び込んできました。31期生、この春24歳になったばかり、大阪出身。ありました吉田真由美。小島さん、いかがでしょう？うん、そうですね、なんか投げてるの見てると楽しそうで、うん、なんかいいかなっていう感じはありますけど、もちろん緊張感プレッシャーあるんでしょうが、その雰囲気を楽しむかのような、若干24歳の吉田、相手は大ベテランの時本です。さあ、おお、ラッキーストライク、ブラインドサイドに行きました。大橋さん、いかがでしょう？いやー、ね、僕今ちょっと体でね、どこ通ったかちょっと見えなかったんですけども、
わゆるブルックインサイド、こういうことも小島さんありますね。ありますね。魔のスポットみたいなところがあって、ちょっと悩ま、魔のスポット、悩まなきゃいいんですけどね。今度はポケットです。左のレーンでもストライク。この優勝決定戦で2つ目のダブルを奪った時元。7番ピンは動きません。お互い一歩も譲らず。先ほどの3位決定戦同様、テレビ決勝のこのムードにふさわしい大接戦になってまいりました。優勝決定戦、マークリードになりました。いよいよ終盤です。ストライクをこの7振れ取りたい吉田真由美、もう目の前まで初優勝のタイトルが来ています。不運のスプリット。少し表情が変わりました。大橋さん、ラインはどうだったんですか。いや、もう思った通り掘ったんじゃないですか。結果セブンテンです。もうちょっと気がないというかね。オープンフレームが出てしまいました吉田真由美。さあ、相手の隙は見逃しません。時元光子が7フレに入ります。吉野の前にまた時元が仁王立ちとなるのか。さっきはブルックリンサイドに行ったこの右のレーン、今度はきっちりとストライク取ってきました。時元光子が第8フレームに入ります。ダブル1つ、ターキー1つ、ノーミス。7フレオープンフレームの吉田。これこそが女王の名にふさわしい、一度波に乗ると止まってまいりません。時元光子が8フレを終えました。女王時元4連続ストライク。第7フレームオープンフレームの後の8フレ、吉田真由美諦めません。ストライク。
か5番。揺るぎません、時元の力。4月の六甲クイーンズでもチャレンジャー吉田を跳ねのけました。ラウンドロビンでは苦戦だった時元、テレビ決勝に滑り込み、この秋の京都の第5ボールの舞台で今度はチャレンジャーとして吉田にぶつかり、ここに来て6つのストライクの波。あくまでも吉田の前に時元の壁はさらなる高さでこの秋立ちはだかっていました。予選、準決勝、ラウンドロビンと独走を続けながら最後の最後に敗れた吉田。ルーキーイヤーの一昨年ランキング10位、去年ランキング11位、今年はグッドポイントも伸ばして現状ランキング6位。それでも今年プロ3年目、この年ほどプロの厳しさを味わっているシーズンはないでしょう、吉田真由美。あの4月6校で流した涙の味忘れていないんですが、リベンジなりませんでした。それでも一投一投最後の最後までギャラリーの声援拍手を受けます。クイーンズに続いてこの地元関西での関西オープンでも最後の最後まで自分の力を思う存分発揮しました。優勝決定戦、またも時元に敗れた吉田真由美。残り1投となります。2000年の秋、女王の座不動、時元光子、今シーズン4勝目。優勝した時元プロにお話を伺いします。おめでとうございました。見事関西オープンも制しました。いかがでしょう今の心境。ありがとうございます。まずはじめに、この大会を開催していただきました、関西ボーリング場協会の皆様、そして、第5ボールの皆様、本当にありがとうございました。で、最後まで応援していただきました。本当は吉田プロの方が応援を受けたと思うんですけど、ごめんなさい、勝ってしまいました。本当の優勝は吉田プロだと思います。私はたまたま優勝で、どうもご声援ありがとうございました。ステップラダーの試合運びを見ておりますと、もうさすが女王といった勝ち方で進んでいらっしゃったと思うんですが、どうでしょう。そうですね、まあ、本当にタップはつきものなんで、倒れるかタップするかっていうのは、まあ、運があると思うんですね。で、今日は本当にボーリングがラウンドロビンの最中があまり良くなかったので、とにかくいいボーリングをすることだけを考えて投げたのが良かったと思います。
なるほど。関西オープン振り返ってみますと、最後に決勝を戦いました吉田プロ、絶好調で来ましたよね。どんな風に映りましたか？そうですね、もう絶対勝てないと思ってました、本当にもうダントツでしたし、内容ももう素晴らしかったですし、もう本当の優勝は吉田プロだと思います。いや、それを制した時元プロ、今の心境をもう一言いただくとすると。はい、初優勝がここのセンターの関西オープンだったんですね。もう今ちょっと興奮してますけど、またこの第5ボールで関西オープンで優勝できたってことは本当にもう最高に幸せです。おめでとうございました。見事優勝しました時元プロにお話をお伺いしました。思い出のトーナメント、この関西オープン10年ぶり2度目の優勝、プロ通算19回目のタイトルを手にしました時元光子。テレビ決勝はこの時元プロの力、まさに女王の技というものをまざまざと見せつけるという3ゲームになりました。この結果4位中谷優子、3位小島智子、準優勝は吉田真由美、そして優勝は時元光子という結果に決まりました。